皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も謎解き探偵ガールで遊んでいきたいと思いますわよ。ということでですね、ステージ02ですね、密室の箱行ってみましょう。パンドラの箱とかですかね。さあ、クエスチョン1、今回の現場はあるマンションのエレベーター。視察死体が発見されたみたい。発見された回数はここを見ればわかるわよと。さあ、わかるわよって言っていらっしゃらない。1階に向かってるってことは今2階だったってことですかね。これ?おお、正解。解説、エレベーターの表示からもわかるように被害者は1階で発見された。エレベーターの中でいきなり刺されたのかしらと。あと上の方にもドアの上にも書いてますよね、回数今何回か。クエスチョン2、被害者は外出の予定があったよね。それはこの持ち物を見ればわかると。まあそもそもエレベーター乗ってる時点で外出するためじゃないですかね。2階から3階に移るわよみたいな、そんなことないって思いますけど、あんまり。あ、お友達が同じマンションに住んでたら、そうですね、遊びに行ったりしますよね。ってことは外出する予定はないと。まあこれギターですか。いや、わかんないですよ。お友達のお部屋でギター練習するかもしれないですけど。さあ、では解説。傍らにギターケースが置かれている。外出でなければこんなものは持ち運ばないだろうと。現場の刑事に確認したところ、死亡時刻の後にギター教室の予定が入っていたそうだと。つまり被害者は出かけようとしたところ殺されたわけかと。あ、この方の持ち主だったってことですね、ギターが。もしかしたらエレベーター入った瞬間、横にもうギターがすでに置いてあったパターンとかありますよね。たまにありますよね。変なところになんか大きいものが置いてあるみたいな。ないですかね。さあ、クエスチョン。ということは、刑事さん、ボタンの指紋を取ってもらえますか?もしかしたら、ヘイボタンとここから指紋が取れるかもしれません。私はここを指さしたと。さあ、どこですか?他に何かありますか?まあ、開くだったら閉じるですかね。まあ時間が経っても閉じますけど、あ、閉じるじゃん、開くですか。他には1階に行くから1階のボタンってことですかね。1、おお、正解。まあ出かけるところなら当然1階のボタンだ。やっぱり被害者の指紋が検出されたみたいねと。クエスチョン4、被害者は302号室の住人。事件当時このアパートにいた2階以上に住んでいる人物は202と401の住人だけみたい。つまり犯人は、そう、途中の202ってことですか。一旦上に行ってないってことは、そうですよね、4階の住人は一緒にエレベーター、はい、先に乗ってない限り入れないと。逆?先に乗ってて3階のこの方が入るときに、あ、こんにちはって、そのパターンですか?どっち?どっちもあるんじゃないですか?え、どういうこと?まあ、普通に考えたら2階ですか。この方の指紋しか出てないってことでしょ?ってことはそういうこと。よーし。さあ、解説。1階のボタンに被害者の指紋がありました。つまり犯人は、被害者より後に乗ってきた202の住人ということになりますと、やっぱりそうですよね。犯人は夜中にギターの練習をして騒音を引き起こしていた被害者と前々から揉めていて犯行に及んだようだと。ああ、なるほどですね。昔にゃんこ先生さんもおっしゃってましたけど、なんかお隣のなんか水の音が聞こえるとか、夜中とか特に聞こえやすいみたいですよね。さあ、それではですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったらなるほど店のチャンネルの再生リストから引き続き動画ご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。